微洗浄、鼻空洗浄、鼻うがいとは、液体を鼻空から、入れ口や鼻から出し、鼻空内を洗浄する方法のことである。講義の微洗浄では、生理食塩水花スプレー、またはネブライザーを使用して、粘膜を湿らせることを指すこともある。薬局で一般に入手可能な微洗浄装置鼻空洗浄は、様々な鼻空の症状に対して承知されている。 慢性副鼻空炎においては効果的な補助療法になり得る。さらに鼻空洗浄は職場の粉塵に起因する慢性副鼻空炎に対しての有効な手段であると報告されている。さらなる根拠は花粉症と風邪の両方に効果があることも示唆している。鼻空洗浄はアレルギー性鼻炎や慢性副鼻空炎の治療にも有効である。カナダと米国のガイドラインでは すべての副鼻腔炎と鼻腔手術後の清掃について鼻腔洗浄を勧告している。鼻腔洗浄はアレルギー性鼻炎に起因する症状の一時的な緩和として広く受け入れられている。その作用基準は鼻及び鼻腔におけるアレルゲンについて大量の生理食塩水による実際のフラッシングである。風邪や急性副鼻腔炎といった急性上気道感染については 鼻空洗浄が利益をもたらすとの仮説がある。鼻空手術によって鼻空洗浄の効果を増強することができる。鼻空洗浄剤としては大量の生理的食塩水が好ましい手法である。鼻に水が入ると激しい痛みが起こる。これはプールなどの水に塩素などの刺激性の高い物質が含まれていることや浸透圧が体液と異なることが原因である。 通常の水道水を用いて行うこともできるが、これには潜在的なリスクがあり、また粘膜を刺激するので不快になり得る。したがって、通常は生理的食塩水が使用される。同様の理由にて、冷水よりもぬるま湯が好まれる。生理食塩水は、浸透圧が人間の体液に等しい液体で、注射や湯液にも使用されている、医薬品である。 1>, 1リットルの水に食塩9グラムを溶かすことで作ることができる。医薬用の生理食塩水は自備飲鋼科などで処方されることがある。生理食塩水は多くの場合、ポリエチレンの容器や点滴のパックに入っている。市販の家庭用医薬品で微洗浄を行えるものがある。これは生理食塩液をベースに作られており、メントールなどの香料が入っていることが多い。 小型のスプレー型やカップを使って鼻に流し込むタイプなど様々な種類がある。ありがとうございます。